しております書道家シンガーの友近ヤックンです。歌いながら書道をする日本で唯一のパフォーマンスをやっております。2011年の東日本大震災の被災地ボランティアを経て、全国の福祉施設、学校、保育園などに出向いて、現在日本4周目、700回以上の公演を行っております。今までになかった公演と歌のライブが合わさった公演ライブ、人権コンサートや家族、言葉、命をテーマにして私の体験した思いを話し、ライブでは日本で唯一の歌と書道のパフォーマンスも行っております。私にしかできない新しい形での公演ライブを肌で感じていただきたいなと思っております。どうも皆さん、こんにちは。今、日本一周をしております書道シンガーソングライターの友近ヤックンと申します。私が行った支援ボランティアを終えて感じたことというのは3つありました。ニーズに合った支援が必要、そして、自分のできる支援を実行していく、そして継続して支援をしていく、そのことが今は大切なんじゃないかと感じました。皆さんもご一緒に足その天国にいる母に捧げる歌を歌います。